はい、皆さんこんにちるちる。ハロウィン特別企画第1回ちるちる TRPG 宅へようこそ。この企画は創作活動をより盛り上げる応援のためにハロウィンにかこつけて商業 BL レビューサイトちるちる記者がテーブルロールプレイングゲーム、いわゆる TRPG を遊ぼうという特別な動画企画になっております。それではまず本日プレイヤーとして遊んでくださる方々に自己紹介をお願いします。はい、森川蓮香と申します。普段は会社で記者としてやってるんですけど、こういう TRPG では主にイラスト描いたりとか、あ、この立ち絵とかも描いたりしたり、そういう創作活動を行っているかなと思います。今回はのんびりやっていきたいと思うのでよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。本当絵が可愛い。本当そう。ありがとうございます。続いてケチャップさんもお願いします。ケチャップです。普段は、チルチルで記者をやってます。7班は、クツルフの7班は初めてなのでちょっと緊張していますが、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。キーパーも怖いです。じゃあ私も自己紹介の方させていただきます。本日キーパーを務めさせていただきます初夏ラノと申します。このめちゃめちゃ発音しにくい名前の通り、全く動画とか配信に出ることを想定していなかった。ライトページのウェブページの記者の方を主に担当させていただいておりました。初めてで特別企画なんでね、お手柔らかによろしくお願いします。イエーイ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。猫ちゃんだから優しくしてね。よしよし。ゴロゴロ、はいはい。それでは猫と戯れていただいたところで、初めて TRPG を見るという方もいらっしゃるかもしれないので軽く説明の方させていただきます。 TRPG とはざっくり説明すると、自分で作ったキャラクターを動かして演じることで、まあ演じるプレイヤーの今回のお二方ですね、ケチャップさんと森川さんと、あとルールブックに従って物語を進行させる進行役、今回でいう私初夏ラノに分かれて物語を作るゲームです。今回はその中でもクツルフ神話 TRPG というホラー小説が元になった TRPG を遊びます。まあざっくり言うと、神話生物と呼ばれる人よりもはるか上位的な怪物のような存在がいるという世界観になっております。神様ですね、っていう感じです。では続いて、まあ今回の動画を見るにあたっての注意事項の方も説明させていただきたいと思います。口頭とかイラストでの表現になるんですが、まあプレイヤーだったり NPC だったりから血が出たりとか戦闘したりとか、そういう怪物の存在のイラストや、まあ口頭での説明が出てきたりしますので、あらかじめご注意くださいませ。また TRPG は一度配信を見たり内容を知った後は基本的に新鮮な気持ちで遊ぶことはできなくなってしまいます。この動画はシナリオラストラストのネタバレが含まれていますので、これから遊ぶ予定がある方やプレイヤーとして遊びたい方は、まあブラウザバックして一度遊んでいただいた後に見ていただくですとか、そういう回避の方をよろしくお願いいたします。またもし感想を SNS でつぶやきたいなっていう方がもしいらっしゃいましたら、まあ、ネタバレになってしまうのでポイピクやフセッターなどをご使用の上、ぜひハッシュタグチルチル TRPG をお付けになってお願いします。また今回は制作者様の許可をいただき、6版ルールブックのシナリオを遊ばせていただくのですが、そちらを7版ルールブックに対応させていただいております。シナリオの内容に大きな変更はございません。ご了承くださいませ。ということで、プレイヤーのお二方大変お待たせいたしました。それではシナリオの導入、そして今回のシナリオの世界観の説明をする流れでキャラクター紹介の方お願いしたいと思います。ここから先は視聴者の皆さんネタバレになりますのでご注意お願いいたします。2000年、発展した未来、進歩した技術、そして和解を遂げた異種族たち、人類と異形のものが共存する、昔ではありえない風景が当たり前のように流れるこの時代、共存といえど
まだその化け物たちに怯えるものだっている。だがその秩序を守るため、正すためのある機関が設立された。神話生物対策課ラスト。神話生物と呼ばれる冒涜的な化け物に国を殺され蹂躙された人々の積年の思いから10年前に生まれた国家機関。神話生物という謎の多い生き物に対して行っているのは調査、飼育、監視、そして撃滅。国家機関とはいえその行動は非人道的だと批判する者も中には少なからずいる。だがこれは滅びを運び込む悪への順当な制裁であるということを少なくとも君たちは理解しているだろう。そんな中、その機関に所属し何の因果かバディを組むことになった一人の人間と一体の異形がいた。一人は周りからの評価も高く優秀な実績を持つ人間、一体は周りからは怯えられているが彼もまた優秀な異形。これは二つの平行線が交わった世界、数奇な運命の軌道から逆行しそれでも抗い続ける世界で生きる者たちの物語だ。ということで、まずはこちらのシナリオはキャラクターにハンドアウトという設定が課せられているシナリオとなっておりますので、まずはケチャップさん演じられるハンドアウト1エクソシストのハンドアウト、つまりシナリオから指定されているキャラクターの説明を読み上げさせていただきます。ハンドアウト1、君はエクソシストだ。組織にはその実力を認められ所属した。所属前からエクソシストとして働いており、ここに来る前には世話になっていた教会がある。君がエクソシストになったきっかけは自由だが、君はこの世界を守りたいと思っていることは忘れないように。そして大切なもの、人、場所などを一つ決めてキーパーに伝えること。大切なものは現在手元にはないという設定になっております。技能といたしましては、自分の周りに防護壁を張ることができるプロテクトという特殊技能、またこの方はアーティファクトである太陽のロザリオというものを持っております。エクソシストになった時にもらったものであり、まあ吸血鬼などの魔のものに対して有効です。 MP が20ポイント保有されています。で、まあそうですね、破壊された場合はちょっと産地チェックが入っちゃったりとかします。そしてこれを近づけられるとね、あの吸血鬼であるアラン君はちょっと嫌だなって顔すると思います。嫌だね、怖いね、嫌だね。ということで、そんなアベル・バグナーさんのプレイヤーキャラクターの紹介をケチャップさんからお願いします。アーベル・バグナーだ。俺は昔とある吸血鬼に命を救われた。それがきっかけで俺はドイツから日本に来た。誰だったかわからないが、日本でエクソシストをやっていればきっと会える気がする。かっこいい。かっこいいな。こんなアーベルさん、意気込みなどあればよろしくお願いします。俺がみんなを守る。ありがとうございます。楽しみだぜ。おっとおっと、緊張。おっとおっと、猫の中の人が。はい、続いて森川さん演じられるハンドアウトに吸血鬼のハンドアウトを読み上げさせていただきます。君は吸血鬼だ。長い時を生きており、もちろん人間から石を投げられるようなこともあった。そんな時代を得た君が今の世界に対してはどのように思っていても構わないが、多少なりともこの世界を守りたいという気持ちがあることは忘れないように。で、吸血鬼さんの方も大切なもの、人、場所などを一つ決めてキーパーに伝えてもらうということになっています。同じく大切なものは現在手元にはありません。技能の紹介としましては、吸血という吸血鬼っぽい技能があります。こちらは攻撃技能に10、ダメージを2倍にすることができ、他の人の MP を吸い取ることも可能。MP の譲渡を自由に行えるという感じです。また、強いんですよ、ちょっと。あと、吸血鬼っぽいので、ちょっと高いところにキーパーはめちゃくちゃワクワクしてますね。あとは、気を
血を嗅ぎつける技能として、まあ、聞き耳の初期値がちょっと上がっているのと、まあ、人の血か異形の血か嗅ぎつけることができたり、一定の距離であればその香りのする方向に目星をつけることもできます。また、まあ、鍵爪という攻撃技能もありますね。鋭い爪でこの立ち絵のこのかっこいい爪で攻撃を行うことができるという技です。かっこいいね。そんなハンドアウトにアランさんの紹介をよろしくお願いします。はい、我が名はアランと申す。ああ、そうじゃの、アルと呼んでくれても構わん。ああ、この機関に所属してもう10年になるかの。あ、間違えるんじゃないぞ、我は女性ではない。あ、よく間違えられるけど、実はもうおじさんじゃ。あ、こういう話はしたくないの。うん、さてさて、普段は若造と共によく戦っておる。もうかれこれ1年になるかの。まあそんなこんなで楽しくやっていきたいと思っておる。よろしくの。あー、好き。あーかっこいいな。そんなアランさん、意気込みなどあればよろしくお願いします。意気込みかの。わしはめんどくさいことは嫌いじゃ。だからそこの若造にすべて任せるつもりである。よろしくの。これはいいコンビの予感がバチバチにするぜ。楽しみだな。ということで、よし、では早速導入に行きますか。うわかっこいい。ではシナリオラストラスト、いよいよ導入始めさせていただきます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。10月25日、時刻は10時半。冬市首都を高速で抜けていく電車と高くそびえるビル群、朝の出勤ラッシュの時間を過ぎた緩やかな道の真ん中で探索者2人は立ち尽くしていた。君たち2人は神話生物対策課ラストの神話生物の撃滅を専門としている部隊に所属している。バディとなってから1年が経ち、本日は2人でこなす何百件目かの任務に当たっているはずなのだが、率直に言ってしまえば君たちは今現在迷子である。本日の仕事は神話生物星の精の討伐。最近この地域で人を襲っているという情報から君たちはこの場に来ていた。確かに慣れた仕事ではある。相方とこなす仕事の量は他のバディと比べても引けを取らないほどだ。しかし慣れすぎたゆえの油断があったかと問われれば完全になかったとは言い切れないだろう。上からは午後に差し掛かる前に討伐をしろと命じられているのだが、時計を確認すればすでに15分は経過しており、着々と時計の針は動いていく。ということで、こんな状況の中、お二人はどんな感じの会話をいたしますでしょうかね。ああ、ここはどこだ。うわ、お主それを私に聞くか。もちろんわからんの。いや、そうだよな。あるかわかるわけないよな。もうそうじゃそうじゃ。あ、ほら、なんか見覚えがあるところとかないのかの。いやないな。どこだ。ほれほれ、時間がと刻々と過ぎておるじゃ。いや、わかってるって。いや、それあるが言ったことじゃないからな。ああ、なんか言うとるわ。え？こんな感じで。いや、そうですね。でわたわたしていると、そうですね、目星か聞き耳が、あ、どっちもそうですね、違う情報が出るのでどちらでも打っていただいて。初ダイスだ。じゃあ目星。はい、 お成功ですね。じゃあ
わしは聞き耳を振ろうかな。はい。おお、二人ともいい感じですね。いいな、幸先。ではマーベルさん、あなたは遠くで人が何かに襲われている風景が目に入ります。そしてアランさん、あなたは遠くから女性の悲鳴が聞こえたような気がしました。人が襲われてるぞ。ああ、何やら悲鳴が聞こえた気がする。早く助けに行かなきゃ。あ、行くぞ。とりあえずお前が先に行けよ。私は後ろから行くからな。いや、分かった。お前いつも通りだな。分かった。はい、ということで、まあいつも通りの調子を崩さず二人が向かってみるとですね、そちらの方へ向かってみれば、悲鳴を上げていたであろう女性が一人倒れています。その首から腕にかけて何かに引き裂かれたような大きな傷、そしてドクドクと大量の赤が床へと雫を垂らしていました。その時、血を吸い上げていた何かは一瞬蜃気楼のように揺らめき視界に映り込んだ。目の前にゆっくりと現れたそれは、透明から徐々に形を浮き上げていく。クスクスとどこからか響くその声は、目の前の女性の血液をいっぱいに吸い実態を表し始め、赤い輪郭、そして脈動した大きなうごめくゼリー状の塊から聞こえてきました。波打つ無数の触手のついた胴体、吸引のために備え付けられたであろうその口を開閉させる、その飢えた怪物は頭も目も顔もなかった。星の精を目撃したことにより、まずはお二人幸運を振ってください。はい。お二人とも成功ですね。よしよし。よいしょ。では、そうですね、この、まあ、神話生物を見たとき、いつもは、まあ、小気度チェックが起こるんですけれども、あなたたちは神話生物を相手にしている、まあ、神話生物対策課と呼ばれる組織に所属しておりますので、狂気にも発症しにくくなっております。まあ、神話生物が現れたとき、最初に幸運を振って成功した場合は、一度出会っているものとして3チェックは半減になります。また5以上減ったときも発揮をしないっていうルールになっておりますので、やったね。ということで、お二人は多分相手したことあったんでしょうね。なので3チェック1 or 1D5 ですね。なるほど。じゃあ3チェックを振ればいいのだな。はい、よろしくお願いします。ウェーイ、成功成功。お、成功。ということは2人は、あれかと思って、ちょっと嫌だなって思ってちょっと嫌だなって思ったので、産地がマイナス1になりますね。なんかちょっと嫌だな。ブニブニしてるね。やだね。気色悪いの。何度見ても慣れないな。ということでですね、まあ、お二人はここから、まあ、戦闘になると思うんですが、その前にクトゥルフ神話技能を振ることでさらに詳しいことが分かります。なるほど。触れるものはだんだか振っていきます。はい、どうぞ。おー、すごい出目がいい。出目がいい。めちゃくちゃ出目がいいですね。23しかないのに。すげえ。ではですね、まあ、星の線についての詳しいことが分かりますね。こいつが星の線か。星のこの生物には装甲が4ポイント存在しており、まあ、銃などを使った攻撃の場合ダメージは半減します。加えて吸血された場合には1ラウンドに 1D6 の STR を吸い取られるという怪物なことが分かりますね。マジか。おお。ということで、はいはいはい、出しました。はいはい、ということで、はいはい、はい、ということで戦闘です。で、2人ともデックス
数は同じですか？55か。そのようだの。そのよう。どうでしょう、性格的にアランさんはアーベルさんに先に行かせます？そうしたいの。どうします、アーベルさんはそれでそれでいいのかな。まあいつものことだし、慣れてる。もちろんノートは言わせない。あーはいはいっていう感じで行きますが、でも俺拳銃しか持ってないんだよな。大丈夫、確か星のせいって拳銃がなかなか効かないやつだったような。物は試しじゃ、やってみるか。じゃあとりあえず拳銃を振るか。はいはい、じゃあ、おいそこの女性を離せって言いながら、かっけー、拳銃をぶっ放します。いいですね。では拳銃の機能は 1D 何でしたっけ？ 1D10 だったはず。ミラと一緒って言ってたですね。はい、ではお願いします。はい、D106。では3打目入る感じですね。はい、ではなんかピギャーみたいな声を出してるんですけど、ね、よいしょよいしょ。やっぱあんまり聞いてる感じしねえな。そうですね、こいつは回避はしないのでそのまま削れる感じですね。イエイ、ピギャーっつって、はい、では続いてアランさんどうしますか？どうしようかな、結構真面目に悩んでおる。銃が効かないということは分かった、うん、でわしはあれだよな、言うて恥ずかしいことにそんなに強くないから。鍵爪はあるかな、一旦鍵爪いってみようかな。頑張れ。ほんならじゃあ、おーアーベル、ああ若いなりに頑張っておるが、わしもじゃあ後ろから少しだけ助けてやろうかの、きっと目に力入れて鍵爪いきます。おお、どうぞ。大丈夫、きっとできるよ。頑張れ頑張れ頑張れ、きっとできる、頑張れ。よし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 、おいしょ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 。ではダメージが 1D4 プラスダメボかな。ダメボがわしない、なかったですっけ。あったわ。あったわ。割と大きい。あるじゃないか。あった。ちょっと跳ねてみないよ。結構なダメボあったはず。ちょっと跳ねてみないよ。あるじゃねえか。1D4 にダメボ。1D4 プラス 1D3。でっか。なんでそんなあんの。最低値。じゃあ森川は出目が悪いんです。じゃあちまっとちまっとあの外の触手をちょっと借りって借り取って、え星のせいはなんか通ったって感じの顔ないけど、そんな感じの話。え、これ鍵爪の値が 1D3 だ。1D4 で、ダメボが 1D3 ですかな。じゃあ 1D4 プラス 1D4 って感じ。そういうことか。そうですね、じゃあそうだな、じゃあ前の
さっき振った分のダメージの前の方の 1D4 は適用させていただいて、もう1回だけ 1D4 振っていただいて、それではいプラスにしますか。ありがとうございます。 1D4 振ります。じゃあ歴史は変わらず歴史は変わらず、ちょんと触手をえぐられほーんっていう感じの、やっぱ汚いものには触れたくないやだって頑張ってアーベル君やだか。よし、え、おい、ある、なんだ、ちゃんとやってるか。邪魔、ちゃんとやってるに決まってるだろう。いや、そうか。いや、あるはいつももうちょっと活躍してた気がするんだけどな。いや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 、ちゃんと見ておったか。活躍しておったろう。いや、ふんってしてます。ごめんごめんって、ちゃんとやってたな。うんうん、ちゃんとやっておった、ちゃんと。じゃあ、ってなってます。そんなわちゃわちゃしている2人の中で、腰のせいさんがゴポゴポゴポっつって攻撃の手順を定めていますということで、続いて星のせいくんの番です。じゃあ攻撃対象はアランさんで、攻撃方法が2、噛みつきかな。よし、いくぞ。よいしょ、どっこいしょ、よいせ。では、あー、おーおー、噛みつけないじゃあ97 じゃあその辺にべちゃって転がってますね頑張れ、なんかべちゃゴポゴポポある、そっち行ってねえわ爪いじいじしながら鼻歌歌ってる余裕だ、この二人余裕だということで1ターンが経過しちゃったぜ。では1ターン回ってアーベルさんのターンです。俺は拳銃しか持っていない。あとはまあプロテクトで身を守れるかかな。うん、あ、まあ攻撃したいよね頑張れ。ぶっ放す。お、いいですね。では続けて、はい、どうぞ。お、お、最大値、お、すごい頑張ってるのが伝わってきて泣いちゃうじゃあ1、2、3、4、5と、はい、じゃあ弾丸をあまり効かないと言っても、まあ衝撃は受けたんでしょうね。ガボッとのめり込んだ銃弾で、まあ女性から吸っていた血液ごとバシューンと吹き飛ばした感じかな。いやー、よかった。では続いてアランさんのターンです。じゃあ少し手伝ってやろうかのーとブツブツ言いながら、もう一回かぎ詰め頑張れ。手伝い感覚かだってやろう。もうちょっと頑張ってほしいんだけどな。おお、でもいいですね強いな、鍵詰め。ではまた 1D4 足す 1D4 かな。そうじゃね。おっと、良いのでは。いいですね、良いですね。ではこいつ、まあちょっとミスっちゃったけど、
まあ言うてな、そんな触手をカリッとやるくらいしかって思ったんでしょうね、星のせい。でもガリッとやられて何っていう感じの急にご削られてちょっとびっくりしていますね。よし、ではそんな星のせいくん頑張れ、いけ。あ、多分ガリッと削られたんで、こいつ舐めやがってって感じですかね。アランさんに攻撃対象で、攻撃方法はあ、またか、見つき方法。よし、ではいきます。あ、こいつあれ80あるのに、デメ悪いな。80あるのに、技能値がもともと80に設定されていて、それ以下があの成功ってなるはずなんですけど、あの1から100を振ってこいつは90しか出せないみたいですね。流れるような TRPG の説明でした。じゃあ、あのまたアランの方に向かおうとして、ベシャッある、そっち行ってねえな。それさっきも見たの。まあいいか。じゃあまた3ターン目かな。よし、じゃあもう一回ぶっ放す。ああ失敗だ。あおお、ギリギリでした。大丈夫大丈夫、まだ大丈夫、まだいける。なぜならこれは7班だから。7班は、ファンブルの適用がちょっと幅が狭いかなっていう感じですね。ほうほう、命が高ければ。なるほど、なるほど。っていう感じなので、まあそうですね、ジャムってはないけど、危うくあの倒れてた女性に当たるとこだったかもしれない。あぶねえ。感じかな。うんうん。あ、おっとっとっと。セーフ。セーフだ。では続いてアランさんのターンお願いします。何をしておるアベル。って言いながらもう一回、じゃあ。いじっちゃうもんね。おお。出ちゃうのか。まあ、鍵詰めだけどね。よ、鍵詰め。よ。よしよし。よし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 。よしよしよし。いいですね。では、ダメージをお願いします。おお、任せてよ。お、4。では、4削れたって感じで。いや、まあさっきよりは、そんなでもないなっていう体裁を保とうとゴポ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 してます。よし、では星のせいくん、ここらで一丁やってくださいよ。あ、ちょっともうさすがにずっこけった姿を見すぎたので、見せすぎたのでアベルくんに行こうとしてますね。なんてせこいんだろう。こけそうになってる。攻撃方法はすごい、噛みつきに固執するじゃん。大好きだ。あ、おお、成功しちゃった。あ、では STR がですね、 1D6 スイートローとしてきますので、よいしょ。あ、 STR が3なので、3なので、これはシンクテルフだと15かな。じゃあ結構ガクンと体の力が抜ける感じですね。うん、力が出ない。おい、アーベル、大丈夫か。いや、なんか力が抜けるん、そういうやつか。そういう攻撃だったのか今の。ああ、そうなるかの。どれ立てるか。よっこいしょ。いや、まあなんとかいけそうだ。じゃあ下
から上まで見て、うん、まあ大丈夫そうかの大丈夫大丈夫、あならいいんじゃいいんじゃかわいいな。よし、ではそんなアーベルさんに4ターン目かな。はい、お願いします。今度こそ当てる。おお、よしよし、これで 1D10お願いします。ああ、はあ、えんじゃ、じゃあ、じゃよ、1位かな。ああ、ふん、弱ったなっていう顔をしてないけど、ポポポポってなってますね。くそー。では次にアランさん。もう大丈夫だぞ。今、わしが。お攻撃してやるからの、いけ、ナイスメイ、いけ、いけ、頑張れ、よしよし、いったー、おー、おー、おー、ギリ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 だ。ではダメージが、おっ、おー、これはこれは、うん、バディがやられて本気出す展開だ。ということで、ガポー、まあそうですね、アランの鍵爪が腰のせいの、まあ、角の部分を見事に刈り取って、一瞬でその場に朽ち落ちていきますね。戦闘終了です。終わったな、終わったな、いや、ありがとう。お、何がじゃ。いや、最後こうバッチシ決めてくれたから。本当かの、バッチシじゃったか。いや、バッチシだったぞよかったよ、お主に何もなくて。いや、なんか、うん、まあよかった、あるにも何もなくて。うん、わしは大丈夫じゃ。あ、それより女性は大丈夫かな。あ、そうだそうだそうだ。はいはい、ではですね、女性はそうですね、まあこの生物が朽ち果てた後でなんとかまあ遠巻きにしていった人が助けに来たり、まあ対策課の方が助けに来てくれたりして、まあ、生物を回収したり女性に手当てしたりしてるんですけれども、まあかなり血は出てるんですけどちゃんと生きてますね。ああ、よかったよかったよかった。で、まあ二人に気づくと、あ、本当にありがとうございますと言って涙を浮かべてお礼を何度もしていますね。あ、いえいえ、とんでもない、無事でよかったの。この2人 APP が高いので顔がすごくいい2人なので、歯はかっこいいっていう感じのと、顔とは生きててよかったっていう顔でふにゃふにゃの顔しながら、ありがとうございますありがとうございますって言いながら、そうだな、まあ手当てされて運ばれていく感じですかね。にっこり見てます。アランの APP そんな高いんだ。あら、90って。そう、あの90って。まあ6班でいう APP 18ですね。最大値。最大値。めちゃくちゃ顔がいい。美しい。討伐で一段落した2人は、そうですね。今日の任務はこの生物の討伐のみなんですけれども、その後すぐに対策課の方へ出向くようにって言われています。報酬の話か休日の話か、それともふとよぎる嫌な予感に頭を振るんですが、とにもかくにも上からの命令に背く理由もなし、あなたたちはまあ本部の方へ向かうことになるんですけど、まあ今12時前ぐらいで、あのこの余った
ちょっとだけ余ってるので時間、まあ朝食に向かっ昼食に向かったりもできるんですが、ご飯食べたりします？わしはそんなにお腹が空かんけど、アーベルはどうじゃ？いや、俺も別にまだ大丈夫かな。そうか。じゃあそのまま向かってもいいんじゃが、どうする？まあ、じゃあそのまま行こうか。はい、じゃあそのまま2人で対策課の方に戻る感じになりますね。はい。はい。はい、では、いや、本部の扉をくぐれば一気に人々、職員たちの喧騒が聞こえる。昼時のためか、テラスの机でサンドイッチを頬張る者、財布を持ち努力と外へ向かっていく者、愛妻弁当だろうか、可愛らしい弁当を膝に広げる者の姿も見て取れます。さながら普通のオフィスと変わらないと感じるが、ここは神話生物に対する知識を持ち合わせ、日々それと戦いながら国のために働いている者たちの職場です。そこから奥の認証機にあなたたちは手をかざすんですけれども、1秒と経たないうちに認証いたしましたという電子音声が聞こえて、先ほどまでは見えなかった扉がそこに現れて、二人はそこへと足を踏み込むことになります。踏み込めば世界は一変。先ほどまでのほのぼのとした優しく明るい空間はなく、ピッピッという電子音と情報を伝えるためだけの会話といった風景が広がっています。そんな中ですね、こちらへ向かってくる靴音が聞こえて、お二人はそちらへと振り向くでしょう。任務お疲れ様、よくできたね。時間が多少過ぎているのは君たちだし多めに見よう。淡々としかし温かな声色で話しかけてきた方向を振り返れば、そこには機関の所長であるアルテアが立っておりました。まあ、10年この組織にいるアランなら少なくともわかるとは思うんですけれど、まあ、この人の形はしているが実は人ではなくイスの偉大なる種族である、そんな人であることが分かっております。そんな彼彼女にどのように、まあ、声をかけ返しますか？所長お疲れ様です。お疲れ様。いや、少し迷子になってしまってすいませんでした。あ、珍しいね。まあ、ゆっくりしたいとこなんだが、わざわざこうやって来てやったんだから、むしろそちらが俺を言った方がいいんじゃないかな。そうだね。少しだけ無礼だろう。じゃあそうですね、まああんまり表情は変わらないんですけれども、じゃあご褒美をあげようとのことで、あの飴ちゃんをくれます。飴ちゃん、あ、これ見えないな。そこにいた。生まれた。飴ちゃんを一個ずつくれます。これ産地 1D5 破回復してくれるやつです。やったー。やったー。あ、ありがとうございます。じゃあこのお二人にこうこうかな。こうくれますね。あー、やるじゃん。カルティア、早速いただこうかのって言っちゃう。じゃあ食べたら1D5 で産地が増えます。おいしいの。食ってみようかの。じゃあ俺も食べておくか。もぐ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 。お、いいですね。もぐもぐ、消費消費。おお、最大値最大値。終えて回復して大丈夫なんで。はい。今79か。いや。よし。強強だ。よし。
強いぜ、メンタル強いぜ、まあ、白衣の下からそんな可愛い放送のアメちゃんを淡々と出してくる、そんな新手はですね、お疲れのところ悪いのだけど、もう一つ今日中に潰さないといけない案件があってね。他の人たちはちょうど出払っていて、君たち以外いないんだ。頼めるね、と言ってきます。あ、はい、かしこまりました。はーい。やる気ない声だな。さすが、君たちのようなバディがいたらこの期間は安泰だね、と言って、まあ、任務についての説明を始めます。任務の内容についてだが、ここ最近地震が頻繁に起こっていることは知っているな、ということでここで知識が触れます。あ、そうなの、地震起きてたんだ。へえ。そうそうそう、地が揺れておる。知らなかったな。今起きてるのか。じゃあこれが地震。これが地震。じゃ あこれ地震っていうのか。そっか、まあ、ドイツではあんまなかったからな。なるほど。じゃあアランさんはこのことがですね、この情報を手に入れます。最近、まあ、首都圏では地震が頻繁に起きている。小さな揺れのものもあれば、立っていられないほどの大きな地震が来ることもある。いずれにせよ一瞬で収まり、今では大した被害にはなっておらず、世間一般では特に注視されていないっていうことを知っています。うん、ああ知っておるぞ。最近いろいろ揺れてるやつやろ。でもわしは空を飛んでるからあんまり関係がないんじゃけどな。じゃあこの地震についてだが、天変地異の前触れなどと言われている。そのため調査班に調べてもらったところ、目覚めれば世界が終わってしまうほどの神格が復活するかもしれない、だそうだ。おそらく6日後には完全に覚醒しきることのことだ。誰かが細工さえしなければな。こいつが目を覚ませば世界は滅亡する。事前に将来を止めたいところでな。それが任務の目的だ、と軽く言います。うん、なるほどね。では話を続けると、だが困ったことに、将来を行おうとしている教団のアジトの場所はまだ分かっていないんだ。いくつか候補は絞っておいたのだが、ここを潰せば将来もたまるし世界も救われると、トントン拍子ではいかないだろうが、拠点の把握からよろしく頼む、とアルテアが空中で一つ指を叩けば、透明なパネルが現れました。地図が表示され、アジトとおぼしき数箇所に赤いマークが表示される。そしてすぐに君たちの端末、君たちがまあ持ってる端末にも同じデータが転送され、確認ができるようになりました。ということで、もし、まあ、質問などなければ、アルテアさんはそのまま去っていっちゃいそうですが。力が特にないかな。俺もない。まあ君たちならできるだろう、軽く言いますね。結構大変そうというか、重い任務ですが頑張ります。あ、頑張ってくれ。まあできるじゃろう、わしらなら。軽い気持ちで返事。期待している。軽いな。二人と軽いな。え、俺だけ。やはり人間である君とは少し違うのかもしれないが、これもより良い未来を作るための一歩として頑張ってほしい。了解です。うん、はい。では一通りそう言って話を終えると、まあ周辺にいる職員たちにねぎらいの言葉をかけながら来た道を戻っていきます。なんとも軽く任務を任されたものも、ものの、どうやら数日後に世界は滅亡するらしい。そんなことがあってたまるかという正義感か、はたまた私利私欲のためか、それぞれですが、今はまだこの世界に壊れてもらうわけにはいかないことはお二人にとって確かでしょう。
君たちはすぐにその場を後にして教団のアジトを絞るべく調査を行うこととなります。ということで、まあ探索なんですけれども、まああなた方は機関から車を1台支給されているので、まあ、目的地に走らせることもできます。で、まあ、できるのは図書館での調べ物か街で聞き込みかな。そうだな、まずは調べてみるかな。そうだね、まあ調べた方が聞き込みにも役に立つだろう。それにあれだ、お前はよく地震のこと分かってなさそうだしそんなことないけどな。強がってからに、まあとりあえず調べに行ってみようかな。いやー、まあ、そうしよう。分かってるけどな、分かってるけどな、全然なんか自信多いなって分かってたけどな。っていう感じで、ではお二人は図書館に行くことになりますかね。はい、はい。では図書館は館内にあるんですけども、エレベーターに、まあ、対策課の館内にあって、まあ、エレベーターに乗り込み地下へ向かえば、そこには膨大な蔵書数を誇る図書館がありました。本なんてのは、まあ、今の時代珍しいんですけれども、かなり多いなっていうのが分かっています。もちろん、まあ、それだけではなく、近くにはパソコンなどの電子機器が置いてあります。ここで、まあ、本棚かとパソコンを調べることができます。分かれて探索してもいいですし、一箇所ずつ一緒に調べても大丈夫です。やっぱりここはすごいな。アーベルがなんかするならそれについて。じゃあまず本棚から見に行くかな、うん、はい。じゃあ後ろから一緒に見ますかわいい。では図書館が触れます。図書館、図書館。お、成功だ。ふむふむ。お、お二人とも成功ですね。おーおー、いいね。では、ある宗教団体に関してまとめた資料が見つかります。数年前からある組織の情報が流れていることがわかる。神話生物対策課ラストが設立されて以来、反対組織も少なからず存在した。その組織の一つが過去にある神格を呼び出そうとした時があった。結果的には失敗に終わったようで、人々は噂程度で真偽を確認せず片付けたが、対策課は要注意組織としてリストに入れていた。ただそれ以来特に目立った行動はなく、対策課も現在は注意などは行っていません。あ、それと同時にですね、どうやらこの宗教団体は当時山奥の廃墟で活動していたようだということが分かります。しかしアルテアが挙げた候補の中には当時の団体の場所は入っていません。ですが候補地の中には同じように山奥に位置する場所もあるということが分かります。いや、なるほど。ちらりとアーベルを見ながら、ふむと一言だけちらちら見ている、うん、この宗教団体が怪しそうだな。そうじゃのう。うん、わしもここに来て長いか。でも正直これは初耳かもしれん。いや、そうなんだ。うん、他にも情報はないかな。では、まあ、あとは山奥に
その情報の中にですね、山奥に点在 している場所もあるっていうことだったんですけども、まあ一つ当たれそうだなっていう場所を見つけることができますね。この本棚としての情報は以上かな。うん、まあここもまあ大体調べ終わったし、そっちの方も見てみるかと言いつつ、コンピューター、はい、そうですね、パソコンの方で、コンピューターかな、はい、ではコンピューターがお二人ともないのか。ないよ。そうだな、コンピューターの書か。でも二人とも多分この SF の世界観でコンピューターを全く使えないわけではないと思うんだよな、キーパー。そうです、キーパー、うん、初期値が5なんてそんなことないと思うんだよな。そんなことない。そうですね、でもまあいろんなコンピュータ言語でプログラムを作成したりっていうことになるので、そうだな、この情報だと、うん、図書館で代用してもいいのではないかなと思います。なんだってキーパー、ありがとう。図書館ばっかですまないな、猫だから許してくれ。いや、コンピューターを持ってない我らが悪い。いやいやいや、お、成功だ、うたぜ、うん、わしにはわからぬ。じゃあ、長い爪で多分タイプがちょっとうまくいかなかったかもしれないね。うんうん、うん、では、アーベルさんはこの、そうですね、最近のオカルト掲示板の書き込みを見つけます。こんな感じです。え、お、山で迷子になったんだけど、ここどこか分かる人いるっていう、まあ画像と、どこ、こわ、なんかありそうっていう反応、また、あ、建物あった、とりあえずここで一晩過ごす、大丈夫なとこなの、研究所って書いてある、なんかあったら書き込みするわ、というふうに書かれているんですけれども、それ以降の書き込みはされておらず、更新は1週間前から途絶えているってことがわかります。ロジャー・アベル、なんか見つけたかな。この掲示板が気になるな。掲示板かな、どれどれ、何、研究所とな、研究施設で寝泊まりして、その後特に更新がない。うん、匂う匂うな、ここ。やっぱ山っていうことは、そのさっき調べた宗教団体と、なんか山の廃墟に説があったみたいな話だったから、そこで結びつけていいのか。まあ必ずしも同じものとは限らなさそうだが、行ってみる価値はありそうじゃの。うん、そうだな。ほんのほんの、まあまだ確信には変わらぬから、うん、とりあえずこれ以上情報がないのなら、外に出て聞き込みをするなりなんなり、もう少し動いてみた方がいいかもしれんな。うん、確かに。まあ一通り調べ終わったはずだし、外出るか。あ、そうじゃない。はい、では外に出て聞き込みかな。どうも。では聞き込みの方に行くということで、じゃあ、まあ、車を出して外中へと行くとですね、まあ外をこう見回してみると、なんかそうですね、怪しい感じの、ちょっと
こっちをじっと見てる感じのおじいちゃんがですね、おじいちゃん、おじいちゃんがあれ一人いるなっていうことがですね、わかります。あれ、おじいちゃん、おじいちゃん、これが本来のわしじゃよ。あ、なんかある。あるはこっちじゃ。おお、なんじゃなんじゃっていう風に。あるが二人いる。え、うん、どっち。あ、ややこしいの。こっちのめちゃくちゃキューティーな方じゃ。あ、キューティーな方ね。キューティーな方、こっちね、こっちって言っておじいちゃんの方を見ます。おー、わしはキューティーじゃかのー。いやー、参ってしまうのー。おーおーおー、うるさいわ、じじい。何を話そうとしたんじゃ。いやー、もしかしてあの事件のことを考えてる、あのラストとかいう組織の人かと思ったんじゃが、いやーっていう感じでですね、交渉技能を振ることができますね。まあ、魅惑でもいいです。お、いいのか？おじいちゃんに。ふん。あ、あ、あ、説得だ。じゃあ、キュルリン、キュルリン。じゃあ、おお、なんて真摯な若者に、わしの昔のばあさんを思い起こさせる美しい人。これは情報を出しちゃう。ね、数年前の事件について話してくれます。やった、はい、では怪しいものではありません。ああ、トゥンク。じゃあ数年前じゃの、数十人の人間が突然行方不明になってしもたんじゃ。まだその人は、その人たちは発見されておらず、犯人も誰か分かったことではない。まあ、このまま未解決の事件んとなったんじゃが、まあ、このあと奇妙な噂が流れての、まあ、その行方不明になった人間が新しい人間を誘拐して儀式を、なんかやばいやつを行ってるっていう噂なんじゃよ。なんか全然オカルト的だし、まあ本当かどうかわかんないがの、でもまあ警察とかそのラストがこの事件についていろいろ話しておったようなんじゃ。いやー、怖いのーと言って足をガクガク。すげー。素材主さん、ありがとうございます。震えとるわ。あ、おじいさん大丈夫ですか。いやー、もう怖い言ってのー。いやー、話してくれてありがとうございます。うん、ありがとうと言うとくか。おお、トゥンク。じいさんはそうですね、このぐらいの情報が分かって二人にキュンキュンしながらその場を去っていくでしょうね。感じでこんな情報が手に入りましたが、何か二人でお話とかするかな。いやー、親切なおじいさんだったな。震えながらもなかなか有益な情報を話してくれたの。なかなか行方不明になった人間がそんな数十人もいた事件もそんなのがあったんだって。新たな儀式、いろいろと想像がつかぬが、何やらよからぬことが起きておるのは確かじゃん。そういうことだろうな。うん、ということは、じゃあわしらはこれから山奥に進んでいくということで間違いはないかね。まあ一番そこが有力そうだからな。ふむ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 と言いながら爪先を見て、ま、わしはいつも通り後ろからついていくことにするかの。いや、そうだよな、あるはそうだよな。いや、わかってるわかってるよ。なんかこれ俺がしくったら全部ダメになるんだよな。
そんなことはないぞ。そのためにわしは後ろにいるんじゃ。うわあ、いや、そうだな、頼りにしてるぞ。うんうん、ほどほどにな。ほどほどにな。ああ、うん。まあ頑張るかと肩を鳴らしながら山奥へと向かいます。頑張れアーベル、負けるなアーベルということで、ではまあ目的の場所に行くっていうことになるんですが、はい、まあ昼時にしては珍しく混んでたので、まあ、車を走らせて行くことになりますね。でこちら2人、まあ運転していくことになるんですけど、運転ってどっちがやりますかね。できぬ、任せる。はい、車かわいい。ふーん、じゃあアーベル君かな、うん、そうだね。はい、じゃあこんな感じで。かわいい、かわいい。こんな感じで2人は車をブンブンと、多分車ももうちょいなんかハイテクな車なんでしょうけど、ハイテクな車です、これは。ハイテクハイテクだ、これはハイテクだ、いいな。ブーンとかならないのかもしれない。あー、そうだね。静かに静音なのかもしれない。静音静音静音。じゃあ、まあそんな感じで、助手席かな、後ろどっちかな。アラン君は、うん、助手席。よし、じゃあ助手席にお二人でドライブ、つかの間のドライブって感じで行くんですけども、ここで聞き耳を振ってください。おや、あー、あれ羽が邪魔だ。うん、でもどうしようもないから我慢してもらおうできん。もうちょっとそっちにできないのか。おうおうおうっていうのがバサ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 目の前に持っていきます。あーあーあーあああ。かわいい。よし、君か、君か。いいですね。バサバサ。いや。あ、じゃあもうバサバサ音で。バサバサ。何も聞こえない。よし。おお、じゃあめっちゃ耳いいな。耳がいいアラン君はですね、まあ、風を切り擦れる耳障りな音がするということが分かります。遠くからではなく、やけに自分たちの近く、いや頭上から聞こえました。どうしますか。ん、アーベル、なんかよからぬ音が。これは、え、なんか言った。バサ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 。あ、おい、もうやめやめって言って、じゃあ自分でその翼ガッて掴んで。かわいい。あ、だからの、この頭の上かなんかからすごい変な音が聞こえるんじゃ。ん、あ、確かにって言われたら聞こえて大丈夫ですか。うん、聞こえて大丈夫です。あ、確かになんか嫌な予感がするな。え、どれ、確認してこい。え、か、確認。いや、俺運転してるけど。あ、窓から顔を出す感じかな。じゃあ窓を開け、チラッと、はい、チラッと、そう、安全運転しつつチラッと。安全運転しつつチラッと。俺が確認するのかこれ。腕組んで待って。危ねえけどな。では運転確認全部俺ということで、まあ、頭上を見てみるとですね、音のする方向を見上げれば、そこには羽を大きく羽ばたかせている鳥とも、コウモリとも違う象よりも大きな体がありました。馬に似た頭部に埋め込まれたギラつく瞳をこちらに向けている、それはこの世とは形容しがたき生き物でした。ということで、まずは幸運ですね。正気立ち。